これあ全然受けてなかった。これ乳首透けすぎ、これ後日聞いたんだけどね、してたって言われた。これやってきてるなと思った。これシンジ VS 高木熱いだろ。え、かわいい。まあ結果なんですけど、まあ、3位でした。で、あの見れてない対戦とかがあるんで、まあ見ようかなと思ってます。高木の入場みたい。マックスランク1850やばいよな。シナマさんもマジでうまかったな。後で見るけど、これあ全然受けてなかった。これ あとあの乳首透けすぎ、これさ、この後から乳首透けすぎてて洋服着てくれって言われて洋服着たんだよな。まあ悪いことじゃないけどね、乳首透けてるの別解説してくれ。まあ見てればわかる。ワンピーカーがアリケン、ツーピーカーが大使、ここもね、俺中足当たると思ったんだけどな。ビーハトとかで時間を稼いでいくっていうのはこのフロートによってね。そう、まずワープはもう 100% で落とされるってもう分かったね。ビーハト接地に合わせてテレポート。このワープもな、うめえんだよな。中段タック、ジャンプジャックタイク。さあ下段から崩したが大事。ここでキジョンソン中断。さあただ中断。これまあ解説するとしたら、こうなると苦しいぞ。こういうフロートで浮いてるじゃん。で今までタイジさんは中継ジャンプ中継とかで落としてたんだけど、ジャック P にすることで出が早くて、俺は大 K をもう目押しで打って当てようってのを、あのこれカウンターってなってるじゃん。なんでカウンターになってるかっていうと、俺が空対空読みの大 K を振ってたのね。ボタンを押してたのもう読みで。でもその出の速さでコパンの方が勝って、こっちの台形が潰れて落とされてんだよね。これね、対策 JP が対策してきてる。これはそう、俺の方の対策が沖の大キックだったんだけど、全然噛み合わなかったね。倒しきりではありませんでしたが、置き攻めで十分。でこれね、もうそもそもやっぱ所定ドライブラッシュっていう、もうやっぱもう攻め切る動き、やっぱりこのゆっくりな勝負になったら、これ後日聞いたんだけどね、リプレイ見てこれは意識してたって言われた。これ俺がね、鳥飯さんに教えてもらったネタなんだけど、表裏卓確保しています。はい、ジャストバリー、バリー起き上がり、入れ替え、さあ2件。これ連外なってんだよな、これ別に表裏卓になってねえんだよな。俺が遅かったんだろうな。さあこの状況はアドリブ完璧、拾い直した、めちゃくちゃうまいぞ。さあ大使、ここ読み負けだ、パニカン投げ、そしてあるバード。さあ投げて、いやでもやっぱりお互い画面端まで持っていって殺しきるっていうのが、むしろアリケンダルシムが攻め切りましたね。お互いのプレイ内容だったからね。あ、ただこのタイジもこのフロート対策、はい、ワープからのジャンプジャックパンチを、そうなんだよな。もう基本タイジさん遠距離じゃなくて、もう近距離のコパが届く距離で戦ってきたから、そのダルシム側の対策が、これ俺よくやってる暗い逃げ。もう画面端きつすぎて一発食らって投げるっていうのよくやってる。これね、俺正直、あ、オーディアチ入ったわって思ったけど、ここで大 P 振ってるのね、偉すぎるマジで。その杖の判定だから下の方に長いのね。で相打ちだからいいんだよ、相打ちで。俺これね、うわ偉ーって思った。マジでやってきてるなと思った。これ警戒、無敵技がある。これマジでな、マジかってなった。これ当たってたら SA1 から裏行って投げか打撃に行けたんだけどね。そう、杖で相打ち取られたんだよな。他のキャラだったら多分俺食らってないと思う。まず1セット目は大事、さりげん球を出しつつ立ち回る。やっぱ基本近づいてくるんだよな JP 戦。ダウンから
変幻自在。うまくヘッスカしている。今の連携は初めて見せた。インパクトはパリーでしのいだ。サリケン、この状況はナルシムにとってもかなりいい形。さあうまくシミーで崩した。アーチが来るぞ。アーチはまだ迫ってくる。ちなみに今の端の動きはあのなんだっけ、アムネジア対策ね。あれアリケン対応し始めた。ダルシムのラウンドしましたね。しかし上からかぶせる形。タイジリバーサルで一旦切り返す。アリケンこのラッシュもな、噛み合って持ったな。溜まってますよ。さあタイジ投げ、攻めます。投げ一本、2つ目、ジャスパー。さあこれで話を変えた。バリーする。お手投げ着信、グラップをしてる。これこれうまい。こうなると苦しいか。さあ空投げ待ってましたと言わんばかり。いやでも正直いけるとは思ってた、ずっと最後まで。チャンスが来ればラムシカ。ここでラムシカ、すでに3発目。しかから押し込む。太子画面端が免れない。これ無理。このでこれもう安全で、これ相手もう別、まあ、SA2 だったら当たってるけど相手にこれはね。うわー、出ていない。しかもルートがマジで偉い。これこのルートマジ偉い。強えわ、やっぱ見てから避けれるんですけ、いやその置き攻めワープでもうなんかもう何されても大丈夫みたいな。いやこれマジで太地さんうまかったね。いやでもこっから俺の怒涛のルーザーズ始まるから、これシンジ VS 高木熱いだろ。ちょっとここ見たい、見たかった、めっちゃ見たいって思ってた。見てなかった、俺もう準備してたから反対側で。聖戦再びレイジの大舞台で始まっていきます。お互い手の内が晒されてる状況で、ああいう力スタート。でもシンジは人読みが入った時マジでうまいんだよな。高木リアルローリング、そして投げていく。まず先手を切りました。さあ伸びるパンチ、そしてローリング。ここまでの体力リードは高木です。ただシンジとしてもワンチャンス掴めば十分。うわー、大会優勝。シンジかっけえ、なんかマジザンギエフかっこいいよな。さあシベリアの選択。うわうわ、これ対策、これはかなり人読みっぽい。読みがしましたね。台形返せないよね、確か重ねてインパクト打たれたら。シンジが様子を見ています。無敵技を警戒してるか。タイムクリアシンジ、打撃うわー、珍しいシンジのミス。あと一歩 SA2 削りだ。削りが見えてんの偉いよな。シンジが片手を上げる。1ラウンド目からいい勝負すぎるんですよね。今のありがとうございます。ダルシム練習してみます。お、いいね。楽しいよダルシム。つまんなくなればなるほど強くなる、いいキャラだからねダルシム。ダッシュ様子見。先ほどインパクトが返されたタイミング、ライトニングビーストブランカが落とす。いやそう、シンジはこういうのがねうまい。無理やり奪い取ったのは高木。そのまま電気が発動してブランカチンキと共に前に行く。うわミスったな高木。なんか入力してたな。さあ高木に対してシンジがリードを取るのか。アーマーで受け止めて対抗を狙いに行く。シンジには逃げ地が見えているが、前にキックカウンターヒット。画面なしインパクトも見える。うわー読んでましたね。シンジがノリノリ絶好調。今のインパクトねガードしちゃったらそのスタンさせて。普通に中継からインパクトでよかったけど緊張してんな高木。中継がなかった。でもシンジ1本でしょさすがに。これはえさっきでも中足打ってなかった。普通に打ってなかったっけ。高木のブランカが追い詰めていくか。追い上げるプレッシャーを見せることはできるのでしょうか。シンジが画面なしに追い詰めていく。高木はどうこの端から抜けるか。あ2本目が仕切り直し。ダメージにつかればオーライか。高木どう抜けるか。インパクト飛んでいる。いやーただ補正が投げに行きましたね高木は。ただ端から抜けることに成功です。もうマジか。空中で合わせたピアーダウンからのジャンプ見ていた。ただエリアで。いやでも中継全然あ今ない今ないって気づいたかも。じっくりとプレイをしていきます。今ないって気づいたかもこれ。ブルーサイドのシンジ飛ばしと
駒だけが匂う。新一がリーチ。リドルオーダー同門対決、10先のリベンジまで目の前。そうですね、何かしらちょっと今トラブルがあったみたいな。そうですね、これでやり直しになったんだ。そうですね。さあ高木は早く進んでいると思います。え、かわいい。でもみんなプッサンのパーカー着てるな。いやでもここみんな立って見てくれるの完成近くてすごい嬉しかったよ。皆様少々お待ちいただければと思います。いや、ザンギーフがいる。再試合ですね。1試合取った状態で再試合ですかね。まあこれは友達だからこそできるよな、この再試合。見ていきましょう。これはシンジの株爆上がりです。さあ両選手合意のもと再試合です。リドルオーダー、関係値も深い10先を超えた同門対決。いや、うまいね高木。ちゃんと強みを生かしてんのいいね。おお、まい。俺は無敵だ。いや、うめえ。完璧なタイミングでのパリーで相手の攻撃を無効化。イブクと飛んでいる。距離が難しい。ハンドを見ていきます。若干の体力リーダー高木。ダイヤしてこかした。スクリュー。強い。シンジが読み勝っていきます。おお。いやー、ただ対策している。しゃがみ大きく読みですね。スクリューからのこの動きを読んでいました。ドライブインパクトで大きなダメージを取り、いいね、プラスから投げ中段、うまい。いいコンボです。いいコンボします。まずリードは高木のブランカです。高木はやっぱプレーの精度が高いですね。コンボのミスがほとんどない。本当に仕上げてきてるよな高木も。パリのフェイントを見せながらジャストパリを見せる動きか。うわ、いやこれね、なこれ今の当たってそうだけどな普通に。いや、ここはスクリューの残りの一発がうまく機能していました。ただシンジの夢は遮ったまま、読み合い自体は制しています。いや、いい距離感シンジの、うん、うおー、いい投げ通していきます。さあこれでドライブゲージ戻ってきます。うわどうする。シンジはゲージを残す判断です。次のラウンドに向けて3ゲージを残し決着を先に伸ばすか。いいポット上げている。バーンアウト。2回目のバーンアウト。両者ともにバーンアウト。クリとした動き。しかし遠距離からの奇襲が仕掛けるのは高木のブランカに分があるでしょう。飛んでいる。ミパとカウンター。これで信じがうまいな。お互いこの3ゲージをねどう使うか非常に大事です。いや、これなんで高木がこんだけいけないかっていうと、 OD ダブラリとかで落とされてるから攻めづらいんだよね。ローリングでもいけねえし。高木のブランカ追い詰められた中で何を見せてくれるのか注目のラウンド。やっぱ打ちづらくなってる。いろいろと。そう、しかもシンジがね、ブランカのしゃがみ中 P の距離を完全に理解してんだよね、これも。新宿映画通った。先ほどの読み当たりは一気に帳消しだった。ああ、ディーリバイになっちゃった。うわあ、惜しい。前に来てる。今のインパクトかくってるけどディーリバイになっちゃったね。三ゲージは保持。オリジョン止まったはずが、ここでライティングベースを画面の左手。ゲージが一定時間残ってるところで強化されてる。すごい。うわ、むずい。感謝するが来た。上から足元たく手持ち。パリ押していない信じ。うわまだ残るか。高木は一発取った。多分台形読みかな。フルパワーだー。 SA3 で終わったんか。リドルオーダーの制したのは信じ。シンジマジで強かったな。でもうまいね、シンジめっちゃ強い。